本日もご視聴ありがとうございます。ジュリーという愛称で今日まで根強いファンがいる沢田研二さん、70歳を過ぎた今でも精力的にコンサートを行うなどして全国を飛び回っているそうです。そんな沢田研二さんですが、離婚時に多額の慰謝料を支払いました。一体いくらだったのでしょうか。また現在もコンサート活動をしているので年収も相当多いと噂されています。一緒に見ていきましょう。経歴などと一緒に紹介していきますので、ぜひ最後までお楽しみくださいね。当チャンネルでは様々な芸能人の知られざるエピソードや物語をまとめて毎日紹介しています。チャンネル登録がお済みでない方は動画右下の赤い登録ボタンをポチッとタップして、ぜひ登録をお願いいたします。沢田研二さんってどんな人？沢田研二さんは1948年6月25日に鳥取県鳥取市で生まれ、その後京都府で育ちました。沢田研二さんは少年期はスポーツ少年でしたが、この頃から歌手俳優になりたいと思っていたそうです。歌を歌うきっかけとなったのは、高校時代にスポーツで挫折し、ダンス喫茶田園のドアボーイのアルバイトをしていた時でした。バンドマスターの付き人をやりながら歌を歌い始めたのです。17歳の時に岸辺一徳さんにスカウトされ、ザ・タイガースの前身となるファニーズに加入。渡辺プロと契約した際にグループ名をザ・タイガースと改名、そして1967年にデビューしてヒット曲を連発します。一気にグループサウンズの頂点へと上り詰めました。沢田さんは中性的な容姿から貴公子的存在として10代の女性に絶大な人気を得て、一躍国民的アイドルになったそうです。1971年1月にタイガースが解散すると、新たなバンド PYG を経て同年11月にソロデビューを果たしました。ソロデビューしてからもヒットを続け、フランスでは日本人として初めてゴールデンディスク賞を受賞。沢田さんのソロとしてのシングル売上枚数はおよそ1239万枚となっています。さらに歌手のみならず俳優としても、太陽を盗んだ男や男はつらいよ、花も嵐も虎次郎、魔界転生などで活躍しました。沢田さんの気になる結婚相手は、沢田さんの最初の奥さんは双子の姉妹アイドルデュオザ・ピーナッツの伊藤恵美さんです。ザ・ピーナッツは1959年にデビューし、1960年代に一世を風靡したアイドルデュオでした。伊藤恵美さんと妹の伊藤由美さんの姉妹デュオで、人気歌番組の常連であり、人気バラエティ番組シャボン玉ホリデーのメイン司会も務めていたそうです。さらには海外のテレビへ出演するなど売れっ子でした。沢田さんとザ・ピーナッツは当時渡辺プロダクションに所属していて、同じ事務所だったのです。最初は事務所の先輩と後輩の関係でした。そこで知り合った伊藤恵美さんと沢田さんは7年の交際期間を経て1975年に結婚します。伊藤さんは沢田さんより7歳年上で姉さん女房だったこともあり、結婚を発表した当時は年の差婚としても話題になりました。結婚生活は順調でしたが、沢田さんが1982年の映画「男はつらいよ、花も嵐も虎次郎」で共演した田中裕子さんと不倫をしたことで終わりを告げることになります。沢田さんと田中裕子さんの馴れ初めは、田中裕子さんと沢田さんの出会いは沢田さんがザ・タイガースに所属していた時期にまで遡ります。その当時は単に田中さんがファンとしてコンサートに訪れていただけだったようですが、実は沢田さんも田中さんのファンだったようですね。田中さんは1979年に NHK テレビ小説「まあ姉ちゃん」でデビューし、その後も卓越した演技力で次々と話題作に出演しました。1983年の「おしん」で主役田之倉慎を演じて平均視聴率 52.6% を獲得し、テレビドラマ史上最高視聴率を叩き出すほどの女優だったそうです。それほどの女優となった田中さんですから、沢田さんもまた田中さんのファンになっていたのかもしれません。
そうした中、沢田さんと田中さんは映画男はつらいよ花も嵐も虎次郎で共演したことが縁で急接近し交際することになったそうです。どちらが先にアプローチをかけたかは分かりませんが、お互いがファンだったこともあり自然に惹かれていったと考えられますね。なお沢田さんが田中さんと付き合い始めたのは伊藤恵美さんとの関係が悪化し離婚届を置いて家を出てからということになっていて、現在に至るまで沢田さんと田中さんは不倫とは明確に言っていません。ただ沢田さんが家を出る前から田中さんのマンションへ通っていたとも言われていますので、やはり離婚のきっかけは田中さんとの不倫だったと言えるでしょう。沢田さんの離婚時の慰謝料は、沢田さんは1986年9月に離婚届に判を押して家を出ていき、翌1987年1月におよそ10年連れ添った伊藤恵美さんと正式に離婚が成立しています。当時離婚以上に話題になったのが慰謝料で、その金額がとんでもない額でした。沢田さんは体一つで家を出たため、沢田さんが所有していた家やテニスコートなど総額18億円が実質的に慰謝料として全て伊藤恵美さんに渡ったと言われています。この慰謝料の金額は当時としては最高金額だそうですね。現在でも日本の離婚に関する慰謝料では歴代3位となっています。ちなみに1位は1988年に離婚した千正夫さんとアメリカ人歌手のジョン・シェパードさんで50億円、2位が2005年に離婚した IT 社長の藤田進さんと沖野めぐみさんで30億円、最もこの2人の場合は金額については10億円との噂もあり、実際には受け取っていないとも言われています。沢田さんがすぐに結婚しなかった理由とは、沢田さんは伊藤さんと離婚が成立した後もなかなか結婚はしなかったそうです。不倫や離婚の影響があり、ファンクラブの解散やヒット曲にも恵まれなくなり、沢田さん自身の仕事も不調になっていったのが原因でした。そのため田中さんとの関係も破局説が流れるほどだったようです。しかし1989年11月に出雲大社において初穂料2万円という地味婚を行い結婚。結婚を決めた理由は、田中さんの父親の一周忌が過ぎ、また沢田さん自身も心機一転頑張りたいという思いが固まったからだと言われています。それ以降現在に至るまで沢田さんと田中さんは夫婦円満に過ごしているそうですね。沢田さんの世間からの評判は、若い頃はジュリーという名で大人気だった沢田さん、今でもファンは多く、定期的に行われるライブも大盛況のようですね。その気になる沢田研二さんの性格ですが、一言で言うとプライドの塊なんだとか。プライドが高いがゆえに自分の意見も譲ることはないそうで、ジュリー時代には暴行事件も起こしたことがあります。この事件をきっかけに愛想を尽かしたメンバーの井上隆之さんは、もうついていけないと言い解散へ至ったという噂まであるようですね。その沢田さんですが、やはりあまり評判は良くないようです。今でもライブ中に吐いた暴言などが話題になっていたりと、テレビに出てもあまり印象がいいとは言えない感じなんです。2015年に行われたライブでは、MC 中にファンが歌ってと声を上げたら、嫌なら帰れと大声を上げたことが話題となりました。みんなを喜ばせるエンターテイナーとしてはかなり度が過ぎた発言にも思えますね。ミュージシャンって感情を歌にする分起伏が激しい方が多い印象です。沢田研二さんの音楽センスは本当に素晴らしいものなので、やはりその分感情も豊かなんでしょうね。公演を直前でドタキャン？2018年に開催される予定だった埼玉スーパーアリーナでの公演を、重大な契約の問題が発生したため本日の公演は中止とさせていただくことになりましたと、なんとドタキャンしたそうです。直後は様々な憶測が語られたものの、翌日のメディア取材に本人が対応し、観客が9000人集まる予定が7000人しか集まらなかったためと説明。
普通に考えればプロとしてはありえないまさかの理由だったことで世間から大ブーイングを受けました。澤田さんは常々満員にできないなら断ってくれとスタッフに伝えていたとのことで、それが守られなかったから帰ったということだそうです。少ないと言っても7000人のお客さんが待っていたわけですから、それを無視して中止するなんてことは普通だったらありえない。イベント会社関係者はこう語りますが、澤田さんは2004年にも同様の理由でドタキャンをしていて何の躊躇もなかったようですね。もともと澤田さんは気難しい部分があり、自分が納得しないと絶対に動かないことで有名だったとか。澤田さんの現在の年収は、澤田さんは近頃テレビ出演が少ないので収入源はコンサートなどです。コンサートではチケットの額が平均1枚8000円だそうで、9000人収容の会場だと7200万円の収入になるそうですね。9000人の根拠は澤田さん自身の最近のワイドショーでの発言によります。もっとも市民ホールなどでは約1000席が標準的なので、その際は800万円程度の収入になるそうですね。しかしコンサートというのは想像以上に経費がかかるものです。ドーム級のコンサート会場は借りるだけでも1500万円ほどかかり、設営にも数千万円かかるようです。ですので最大限高く見積もっても澤田さん自身のギャラとしてはドーム級のコンサートでも1000万円程度と思われます。もっとも澤田さん自身が2018年に行った年64公演のうち、会場がドーム級だったのは数箇所だけで、ほとんどは市民ホール程度の規模。市民ホール級のコンサートでのギャラが200万円ほどだったと仮定しても、60公演で1億2000万円ほどの収入になります。ドーム級会場におけるギャラが憶測より多ければもっと多くなるでしょう。それに会場では澤田さんのグッズも数多く販売しています。それを計算に入れると、澤田さん自身の懐には年収2億円ほどは入ってきてもおかしくないでしょう。やはり澤田さんほどのスーパースターの収入はいくつになってもすごいものですね。70歳を過ぎても現役で全国各地でコンサートを開いている澤田健二さん、これからも体調に気をつけて頑張ってほしいですね。あなたはどう思いましたか？今後もできる限りコンサートを開いてほしいと思った方は高評価をお願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。